人に迷惑かけないのが一番。そんなことねえかっちゃん。それ撮ってどうするの？ YouTube で流す。YouTube ってなんですよ。それなんつんだよ。スマホ？スマホに。客じゃねえやつもいるからな。それから最後。そうだよね、いたよね。9時過ぎに来たんだもん。やっぱり3番だな。つまみ返しかったら持ってこいってなるんですか。懐かしいね。日本のクラブって関西では随分とあの老舗なバルシが多いんだよね。美味しそうだね。51です。25。もう77。キャリアだけは長いけど、中身は伴わない。バブルあったけど、それに便乗しなかったのは俺のマイペースね。まだこれに入れるからね、あのこれ まだ これだけじゃないから、鶏ガラを入れるし、肉も入れるし。9時頃になるとね、お店関係ない人が来るんで、9時過ぎると。それで少し前に鶏のガラをね、持ってきてくれる鶏屋さんがいるので、有名なね、もう何回もテレビで。たくさん出る店ならね、たくさん柄入れたりなんかするけどさ、そうじゃないと、もう、うちみたいな小さい店なんかで、大したりしないから。あれ？それで、そのやって、しばらくしてから、ここをビルにするんで、1年半ぐらい、アルバイトで。36ぐらいの時かな。まあ、ビル建て、俺じゃなくて兄貴がある人なんだ。これは一緒。昔はこの倍炊いたって足んなかったんだからね。これだけだと思われちゃうと思う。ちょっと嫌なんだけど。
まあ、角にあるからなんだけど、角屋っていうね、屋号で、そして実家、古着屋やってたのね。それで、まあ俺も角でいいんだけど、あ、角屋でいいんだけど、いや、取って、で、兄貴がね、そこ屋やってたのね。だから俺も似た角にしちゃおうかって。それで、みんな、うちは角で。ただ単にそれだけのことなんです。毛がね、ここのとこはちょっと危ないから巻いてる。いや、同じだよ。全然変わりないよ。これまして、もうラーメンにサッと入れたり、チャーハンにサッと入れるだけだからさ。またなんかあったり。YouTube だって、YouTube。もう寒いから、てっきり来ないのかなと思って。やばいな。そうそう、出だしが遅いだけか。もう待ってるね。こういう気遣いが大変なんだよ。寒いとことことこ来るんだから、せめてあったかくしてて。寒いのお前ちは寒いだな。少し降りときゃな、あれだよ。もうすぐ慣れて、そう。帰ってくると、そう、湿気が多いからすげえんだよ。貧乏ってのは使わないと終わっちゃうんだ。大谷さんの場合、ちゃんと使ってる。貧乏でも何でもいいけど、人に迷惑かけないのが一番。そんなことねえ、かっちゃん。人に迷惑かけてもいいから金持ちがいいよ。迷惑かけないで貧乏にしていいのが一番ですね。取り返しつかないよ。でもその人その人の気持ちだから、ね、そういくら金持ったって嫌な人は嫌だよ。そう、金がなくたって幸せでね。幸せで、うん、その人の価値観だった。おお、いったね。いつも遅れてケチなんだから。あったね。それ撮ってどうするの？ YouTube でさ。YouTube ってなんですよ。だいたい昨日神さん言ってたけど、生活保護って大東区って一番多いんだってね。人口少ないの。困りよな。それで生活保護はいい生活してたら嫌になっちゃうよ。うん、俺の年金なんかより生活保護のが多くもらってる。それで両親がただね、うん、それでタクシー代まで出るって言っちゃう。そうそう、ふざけてるよ。冗談じゃないよな。年金返すから生活保護にしてくれって言うのダメなんだってね。ちょっと水ちょうだい。だからまともに働くのはがおかしくなっちゃうね。でさ、若いやつがもらうっていうのはあれが俺わかんねえんだよ。ちゃんと働ける体持ってんのにさ、俺書類さえ揃っちゃえばいいんだってね。書類そうだね。それが通るかどうか、うん、ただ一回通っちゃうとね、あれと
役所っていうのはいい加減なんだよ。それでさ、またそういうのをさ作ってやってさ、それで毎月いくらって取るのはいいんだよ。そうそう、だそういうのをさ10人20人って抱えてると、だからそれで捕まってるとよくニュースであるじゃん、うん、だからさそういう制度も良くないよ。そうかと思えばさ、もうメカですなんつっててさ、何千万円か使わせておいて、そうでしょ、自転車で釣り行ったりなんかしてるな。自転機のドラマ見てるもんでな、見たらさ、桃井ちゃんと、え、ミラトンカツと桃井ちゃんが二人と釣ってるのって。何をで、その、なんだよそれ、なんつんだよ、スマホ、スマホに別に撮ってくる、若いね、62さんか、うん、別にそれなら撮ってことないや。まったく、やっぱり全然美人が、年取ってからも美人だね。だから吉永さゆり見てるんだよ。吉永さゆり好きじゃねえから美人だと全然思わない。一軍さん香るだって。一軍さん香るなんかで可愛いタイプでね。煮干し。俺は全然ダメだもんな。18歳の頃、向こう行ってね、みんな格好つけてやったの。一枚も映ってねえの。それぐらいカメラ音痴で。笑っちゃうな。今から50年、50何年前だけど。これはね。中心10万、4人で、10万で行ったの。だしはこれっつってね。10万。だしはこれっつうのもね、なんか。勧められて買ったんだけど、そうかったんでな、4人で10万で遊んできたんだもんな。昔はだって1万円の価値が結構あったの、うん。九州はね、半分ぐらい福岡と言うともっともっと先だよ。エイターの基地なんか、なんつんだな、今でも基地のあるとこ。エイターの基地あるんだよ、今。特攻隊、特攻隊に行った基地。九州に。長崎のちょっと先かな。エイターの基地もあるんだよ。うん。今でもあるんだよね、航空自衛隊の基地が。薄利基地が薄利基地でしょ、薄利基地ね、京都でしょ。しょうがない、見たくない、競馬でも見るかって言ったんだ。これはね、チャーハンのネタ用。そういえば、ピザやってたけど、品地区なんかも今、国産あんだって。あ、そう、うん、妄想だけっていうのにさ、うんうんうん、そりゃそうだよ、テレビがあるわけねえじゃん、大正時代。ただ一度の契り、ラーメンに書かれた一通のつけ
客じゃねえやつもいるからな。この人アップで出たんだよ、片身のレシピってやつ。この前全中がそこ通ってたら、この前テレビ映ってたとなんて言われて参ったよ。あんなに日常頃見るのかよって言ったら、なっちゃったな、あれね。ラーメンの500円は別に安いと思わないけどさ、餃子の350円とかさ、手間暇考えたら安いなと思う。中京一列ゲートにもだいぶ進んでいましたが、11番の前段2巻目、それからこれだけ手間暇かけて、ここ最初のここ、ここ、ここと、それから最後のここをよくここにやって、ここに押さえないと水入れるでしょ。4巻くらい沈道にしていって、作らせてもらって、こういうのはほらもう自然にこうやって見て、ここはこうにやって、これができるからまたこういうふうにやるんだよって、またこういうふうに抑えるんだよって、それを教わった。ここのおかみさんも面白いんだね。俺が脳出血で倒れたらさ、その後の脳出血で倒れてん。丸山元気騎手、今年の21勝目、立東の初木智彦厩舎は9勝目です。11番月氏、ベルヒが1点、その半馬審査16番バリフ、それに接近する7番のファイナルボンバー、内から1馬身、14番手の1、10馬差、中段11番バリス、1等2、6番。そうだよね、いたよね、9時過ぎに来たんだもん。じゃあ竹勝ってんだろ、やっぱり3番だな。この順でお伝えしましょう。4番、3番、11番、2番人気、1番人気、5番人気。3連単、4番、3番、11番、83.9 倍です。確定までお待ちください。阪神3連のタダックです。では程よく気合いの立って1馬身半歩リードを広げます。5番のイソレ・レオ・エオリアが2番手、その後から16番のアマーイが接近します。アンパシン・イシマシン・クジが1番のコスモ・アメジスト、その20番サンテリーチェ5番手、イシマシン6番手に6番のゴッドファンドウソ・フローメンです。東に離れて15番インペリアル・コート、間から11番幼年34番のゴーブル・マイチェ、今週は2馬身差12番バイバイ・キューと、1馬身内から13番のブルーカー・ミリーが接近、それから2馬身最高峰追走8番シンデレラ・チャーム、1000m は62秒2で3コーナーに入っています。3番ウルフェスト先頭、今は体半分ぐらい、5番のイゾレ・エオリアン、
ケット4番手1番コスモアメジスト5番手です。プレゼントが先着と見てこちらをお伝えします。2番7番5番3番人気4番人気96.6倍です。これね、平日だとね、面白いんだよ、その来ると。これね、そこで言っちゃってる。言っちゃったよ。おお、しばらく覚えてます。覚えてます。いや、中華見たや。来なきゃ、もう車降りて15、6グラムなんで。競馬って大体はなんか調教師の女主人、三番が人気かなと思ったらやったら三番人気でしたね。三番人気。やるときはやるなと思って。なかなかあんな勝ち方。自分で見たくも最初悪くて見たくて。まあ。今日これ。あ、じゃあ楽しみ。はい、強いですからね。テレビじゃない。そう。テルヤとあのカズミともう一人。あのカズエっていうのはなんか何なの？親父が。あのなんか日本も多分日本の旦那さん。ああ、なんで。今日もなんかあのキングストンボーイで始めますね。中山の名。はい、吉田の兄弟はおいくつぐらいか当たって、当たって、安全に何が打って、当たって、でまたリーグも当たって、で、うん、そうだ、三代吉田さんの当たった人っていうのは、日本のそういうボールマン以上、初めてなんだろうね、恐らくね。はい。あ、これです、これです。これは意外といいかもしれない。大事なのは、あれだよな、16番の女、イーガンっていう人が乗るから。ね、あ、じゃあちょっと応援してみよう。どうも、どうもありがとうございました。どうも。そうですね。
もうこれでみんなのホープをねちょっと楽しみにしてます。はい、あとはじゃあ出てほしいね。いや持ってるから大丈夫だよ。どうもありがとう。G1 稼ぎとしましょう。なんかあのあフランキューですかね。そうです。あどうも。なるほど。はい。今ナスやりました。ちょっと待ちたい。ちょっと待ってください。日本柳注射と日本柳ね和田がね、うん、なんか喧嘩しちゃってそれはやっぱりいろいろありますよね。あるんだ。持ち上がったこれ分かんねえから全部終わったよ。今お若さだよって感じだよね。今回はこの店に言われて、まあ、ルメールのムーアンをやらない行く人に行くよ。周りの父さんの人たちにいや今からでも買いた方がいいよって3回言われたらしいですよね。息子さんはよかったね。だけどね、なんか男に良かったですよ。あいつ男上がったもん。男上がっちゃったよ。逆に返す残したんじゃねえか、これ。クロンボーはちょっと、わずかに残したんじゃねえか。
い。2,300円です。ありがとうございました。すいません、ラーメン。懐かしい。ウィナーだとか、ニョンピロムーティーだとか。
関西では随分とあの老舗な馬主が多いんだよね。あのワンタン麺を着ます。ナムラだとワンタン麺お待ちのさま。はい、どうもすいません。見た後夜中のサッカーのやつがまた寝不足になっちゃうな。また寝不足になっちゃいました。そこまでなのです。冬場がなんか取れてればいいけどね。やられて寝不足じゃもう死んだり蹴ったり。ウクライナとロシアのことを考えるとさ、平和できるんだからね、マスターね。そうですよね。上見りゃ死ねねえ、下見りゃ死ねねえってうちの親父が言ってたけど、本当ね。なんか思うとあのマスターのライターの人がおばくなったね。すいません、タモコさん。はい、すいません。